メがいてくれると一番いいんですけど。まあここはフグはいないでしょう。フグがいるところじゃないんで。フグは何箇所かいるところがあるんですけど、そこにどのタイミングで現れるかを当てるのが難しいです。よいしょ。まあ予定通り死ぬとか、死ぬはもう春になったんでもうめっちゃ安くなりました。もう拾ってもしょうがありませんっぽいです。赤ゲタとかひらめいましたけどちっちゃいですね。これはダメでしょう。あでも40あるんか、ギリないぐらいかな。リリースですな。見えましたけど、いろいろ見ればっかりか。こっちもちっちゃい。あ、待てー、メイタガレーです。西側、まあ、こういったもんですね。赤揚げカニがおらんな。よいしょ。カニ一匹ぐらいいるかなと思ったけど、いませんね。エイもなんか中ぐらい残ってほしいですね。美味しかったんで、もう一遍食べたい。こっちです。あ、待てー、ついのになんか車エビがおりました。なんと、しかもでかい。まだあんまりみんな取ってきてないから、これだけは相場がいいんじゃないでしょうかね。西貝、あとはさて寄りましょう。なんかヒラメも見えたような気がしたんですけど、気のせいかな。出ました、湯虫。イイダコはもうこう話したんでもう死んじゃってますね。ほとんどもう一気に姿が消えました。今年はいい話がめちゃくちゃ遅かったです。なんか他にもおったけどな。ヒラメ見えたような気がしたんですけど、気のせいですね。だって拾いませんよ。あっちにもアマチさん逃げてます。とりあえず大きいもんだけ拾っていますけど。浅いところなんかは小川なんで、おととぎすがいですね。あれがあるんでちょっと怖いですね。よいしょ、赤げたも入れて。赤げた、こぎできてもあんまりいなかったですけど、3月の終わりに赤げた見えてます。さすがパン拾いました。今年は全然距離はまだ全然いなかったんですけど、今年はアマテが多いですね。その代わりこぎできた時もいなかったですけど、ケタでシャリゲタがいませんね。赤ゲタです、ね、秋に全然見えなかった中型のイシガイも見えてます。3ついました。さて漕ぎながら沖へ場所移動してみました。よいしょ、でかっ。なんじゃそりゃ、これはちょっとおかずにもならんな。おかずにと思ったけども、売ってみようかな。でかでか、うん、ヒラメおると思ったけどいませんね。タイはおったけど、よいしょ、一番目の方がいいな。ちょっと大きい移動して失敗ですね、こりゃ。さっきのところの方がいいな、ここは食らっとるし。しかしこれ怖い怖い、ほんと怖い。名古屋フグはいましたけど、ペットにどうですか。金銭ガニ綺麗ですね。これ昔オレンジのがいたんですけどね、オレンジ全然見えんくなりました。黄色しか見ません。ダメじゃなここは。いやーこれ袋開いとるし、ほどけとるし、全然ダメダメです。いくら
片袋だったとはいえ、いくらエイを救っちゃったとはいえ、2番目がちょっとあんまりだったんで、ちょっとフグ狙いすぎました。最初のところに戻ってきてます。おー、カニさん、ナイス。あら、アマテヤコ釣っちゃったかな。フグはフグでも名古屋フグ、これが見え出したと、見えてるということはもうなんかトラフグ終わってるんじゃないのかっていう。あ、待って、おるおる。大体これが見え出したとトラフグ終わってるんですよね、毎年。いくらなんでも終わるの早いよ、終わってるとしたら。でもこれはナイス、カニさんとヒラメ、アマテです。よいしょ。1番目より派手じゃないですけど、なんとカニ2ついればもう多分こっちの方が1番目よりいいという、そう思います。あら、カニさんどこ行った。カニ2つの時点で、あとヒラメ、ヒラエルサイズのヒラメがいた時点で、多分1番目よりこの3番目の方がいいですね。チンコギになったらあんまり入らないんですけど、オコゼもいましたね。もうこれ入らないつもりでやってたんで、ガサガサやってましたけど、手で。危なかった、乗る思わんかったですこれ。しかし出なかった、全然いませんね。一匹もおらんとかあるんですね、本当に初めてです。まあ、ノリの後も、ノリの後全然いなかったんで、まあ、いないとしたんでしょうね。ノリの後あんないなかったの、なんせ初めてですから。おお、またおった、やった、3ついました。もう超ナイスです。これなんじゃろ、これはもうダメです。ナマコはもう取ったらダメです。4月から取れません。ほい。エナガもいませんけど、今のところチヌもあんまりいないので、なんか今年はノリの後、その後なんかめちゃくちゃいたらしくね、あの後めっちゃみんな取ってきてましたけど、チヌが全般に海中に広がってるのかもしれません。ここに固まらずに。そう言うたらチヌいたりしてね。知れません。大丈夫かな。あ、ちょっとホトトギスが行ってますね。イタコさん。シャリゲッタ。この辺はシャリゲッタ多いとこなんですけど、あんまり見えませんね。まあ潮でしょうね。潮がで変わったら入り出すかもしれません。でかい。そういうタッチがいるかもしれません。ただいましたね、やっぱり。ナイス、ナイス、でかい。670多分感覚で、すごーい。今日初めての多めです。ちょっと移動したんですけど、アマテヤ見えてますね、たくさん見えてますね。ニシの大きいのもいる。この正体不明のやつも、こういうとこによくこう入ってますね、これ。余っていますけど、大きいのは一つで、まあ大きいのはあんまり値段良くないんですよね。中型が一番値段がいいです。ダリさん逃がしてあげんとき。よいしょ。ちょっとここは余手の、さっきのとこより、余手のサイズがちょっと小さい。小さいですね。数は。見えてますけど、かなり溜まると思うんですけど、一晩やれば。あとはチヌをどうするかですね、問題は。まあ大きいやつだけ拾っときましょうか。この辺は拾えるかな。よく超えてるんですけどね。とにかく数が多すぎて安い。みんなすごい取ってきますからね。これがナイスです。もうこの全部拾うよりこっちの方がいいんじゃないかという。ナイス。
そして今日一匹もいなかったテナガダコを発見しましたけど、ひらひら泳いでますが網にくっついてるんでしょうね。ちょっと取れません、あれは危険ですのでやめときましょう。よいしょ。なんと西貝の大きいの見えてますね。秋に来た時全然いなかったんですけど、どっか潜ってたんでしょうね、やっぱ深くに。ちょこちょこ中型も見えてますし、もうちっちゃいのはもうね、小さいのはですね、もうめちゃくちゃ見えてます。これもガサ寄ったんですけど、この小さいのがガサっていうぐらい、この小さい西貝はもうこれがガサかいうぐらいたくさんいました。今だいたいなんか大量死みたいなのがあったと、もうよく湧きますね。まあ育ってくれればいいんですけど、いろいろ味を聞きたいのでちょっとうろうろしてますけど、ここはチムばっかりかもしれませんね。シャクの霜は毎年チムが多いところなんで、チムばっかりなのかもしれませんけど、なんかもうチムの感じが。チム以外おらんやないか。まあゲタぐらいですね、いいの。だけやん。カニおるかと思ったんですけど、カニもおらず、これはもう全部拾いませんので、いてもゼロ円です。もうチムだけと言っても過言ではないでしょう。これは参りましたね。ちょっとここではちょっと日当になりませんので、ここも移動ですね。いや、ある程度予想してたんですけど、ここに寄ってるんじゃないのかなと。よりに寄ってましたね、本当。移動です。いやー、でもしかしテナガはいませんね、本当に。さっきちょこちょこっと入ってたんですけど、一時入っただけでまた消えちゃいました、テナガ。この網にもテナガは見えません。残り時間もあとわずかとなりましたが、今日はちょっと服が当たりそうにありません。まあカニがいてくれればと思ってまいりましたけど、まあカニいなくてもチヌはいるかもしれませんね。親が一つでもいてくれると助かるんですけど。おお、おるし、ナイス。しかもチヌなしで、まあ、こっちがいましたね。こっちとカニ、ナイスナイス。ようなチヌとか入ってる網よりも、もうこっちの方がよっぽどいいんで、これ一ついてくれるだけですごい助かります。ハモがもうこんな早くから、さっきも一ついたんですけども、なんとも4月の頭からハモが見えています。もうこんなことはなかったですけどね、ほんと何年か前まで。よいしょ。網の重いドロドロになって、しかしテナガダコがいませんね、今年は。全部で5つ。入りました。カップを あれを渡そうか。じゃあこう、全然何もクーラーの中はあんまりいませんけどね。じゃあこんだけです。西貝、秋全然いませんでしたけど、春にはまあこれとかなり少ない方なんですけど、それでも見えてます。大きいのもちょこちょこ見えてますね。ちょっと遠くなっていってるんでしょうか、それとも潜ってたんでしょうか。大きいのも見えてます、多少ですけど。待って、ちょこちょこ溜めていきましたんで、皆さん散らかしてしまいました。今までこれだけです。ちょこちょこ溜まっていきました。これから寄りたいと思います。テナガはもう全然いませんでしたね。ほんとこんな少ないのは初めてですね。
まあ、ノリの後いなかったからいないんでしょうね、今年は。まあでも春なんで、春なんでカニさんが出てきてますんで、カニさんってなんとかで死んでるんかな、オス。生きとり生きとり、よかった。カニさんの踏ん張りでなんとか日当になってもらいたいです。ポテトかこっちさんですけど、もうだって別にしましょう。もうはもう一年中おりますよ。がいますけど、これはいくらいても大したことにはなりません。ちなみにあのチヌも15匹だけ拾っておきました。もう拾おうと思えば100ぐらいいくと思うんですけども、重たいですからね。もう安、もう春になるとめちゃくちゃ増えるんで、みんな取ってくるんで、もう激安ですし。さて春玉積んで市へ向かいます。みんなフグを取ってるんでしょうかね。自分はゼロでしたけど、昼の人が取ってるんじゃないかと思います。よいしょ、フグ、昼の人は取ってます。昼の人が取らなくなってくると晩やる方にフグが寄ってきます。けどその時にはもう痩せてますんで、自分が取る頃には結構もう白子を出してるようなフグです。フグうまそう。見えなれ、昨日が多いよ。見えなれ、多いよ。Thank you.